どうも、こんにちは、ナッチでございます。本日は、協調にリベンジしてみようかなと思います。で、挑む編成がこちらなんですよね。ゆりしゃて。おい、ゆりしゃてなんやねんと、僕が一番言いたい。まあね、皆さんご存知の通り、ね、協調というダンジョンはトゲドロップがありますから、回復は盛りたいわけですよ。ただね、回復を盛れるキャラクターね、全然いないんすよ。貴族性。本当に、ライオンなんすよ。最近で言うとこのバルが登場したんですけど、バルね、冬持ってて、火力もそこそこ出せて、で、スキブあって、まあ、ステータスもね、回復高いってことで非常に優秀なんですけど、いかんせんね、変身がサポートした後に仕事が消えるんですよ、この。攻撃耐性器をね、使う場面がその後なさすぎて、仕事が全然ないんですよね、その後ね。ってことで、ユリシャが選ばれたわけですけど、正直、適正ではない。適正ではないけど、ユリシャを使うしかないんだ。スキブ4つ持ってて、回復漏れて、で、なおかつ、まあ、この延長とかね、そこそこ仕事ができる。キャラがもうユリシャぐらいしかおらんかったんや。どうなっとる貴族性。さあ、ということで挑んでいきましょう。前回確か無交換2パーティーに挑んで、ゴエモンとかで負けたんだっけ？しょうもないミスで。ゴエモン超えよ。で、欲を言ったらボスを見よう。頑張りましょう。ちょっとね、バルでやったんですけど、まあ、やっぱね、その仕事がね、後半ないなってことで、変えたんですよね、こっちに。ただ、バルはやっぱり火力は出していたと思うので、そこがどう変わってくるか。おー、なんかこれは耐えちゃうんじゃない？ポノリンとかどうです？耐えそうじゃないですか？耐えそうじゃないですか、これ。俺、真剣にやってください、レンさん。なんかさ、さっきと同じ盤面じゃん。なんか少ないんだよね。まあ、でもこっからはね、だんだん要素消えますからね。あれ、バロンって真ん中の水以外も出んの？あ、ここでリダチェンがあんのか。初めて知りました。さあ、ここ仮面ライダーを使わないと次の先生が痛いので、ちゃんと使っていきましょう。もう新仮面ライダーとも呼ばなくなった。こいつのこと。仮面ライダーになっちゃった。まあわかるからいいよね。イズダちゃんやっぱ仕事してますよね。いい戦力です。ここも無効化だから、連だな。で、まあこのパーティーね、昨日も使って、説明をしましたが、順番通りに使えば変換がループするんですよ。ただこの手のダンジョンで順番通りに使えるとは言っていない。ね、どっかで半減したくなったり、吸収無効したくなったり、流れが崩されることはあるでしょう。そこをどう対応していくかですね。あれだったら間に合うんすよ。一回がワンパンできてたら、レンのヘイストが後から入るんで、今溜まってるんですよ、イズナちゃんは。ここバルだったら耐えることなかったからな。早速弊害出てんな。ユリシャが正解ってわけでもないと。でもあれはレンの陣が悪いと思いません？この段階でちょっとダメージ与えておくとか必要？もしかして。威嚇のターン中ですら。理想としてはね、ここレン1枚で行きたいんですよ。そんな難しいこと言ってないと思うんですよ。これぐらい色があったらさ、いけないか。あ、お帰りじゃないこれ。結構ユリシャちゃんね、いや、まあこれからなんだけどね、ユリシャが活躍するのはさ、火力じゃないからさ。まあでも、ここはスキルを使わないという選択肢を取れば、別に。これで倒せるのであれば問題なし。レンが残っているからな。オッケー。で、これ、イズナちゃん使うじゃん。イズナちゃん使って、で、後からレンが来るから、
あー、仮面ライダーからでしたね、これね。間違えましたね。でも、帰ってくるんですよ。オッケー。いや、このパーティーで火力足りなくなるなんてことないと思ったんだけどな。なっちゃうんだね。冬って強いんだね。わかってたけど。で、対策をしたら、やっぱ出ないんだな、あいつは。これ使いまして、あと4ターンでしょ?真ん中ね、耐えると思うんですよ。だから、一回削ります。一回真ん中殴りも含めて、倒せなくていいよ。あー、なるほど。なるほどですね。まあ、それはそれでいいんじゃないですか。4-3でいけるかな、これ。光も、レイにして。倒せる。で、ここね、半減取っとかないとね、長根いた時クソ痛いですから。まあ、それをユリシャでやるっていう戦法もあったんですけど。できれば仮面ライダーで吸収無効しながら、ここも受けたい。回復大丈夫そうですね。下がっててこんだけ回復するんだったら。まあ、やっぱ全パラは、伊達じゃないと。しかし、似てえな、この野郎。さあ、問題はこの後。またここであれが来ますからね。トゲが増えますからね。4つ分あるだけマシかもしれませんが。ホムラさん?フェニックスナイトさん?困った。まあ、これを使うしかないんだけど。回復持てばいいか。これ持てばトゲ受けないもんね。ああ、素晴らしいな。落ち込んが素晴らしいな。ああ、いいな。それぐらいでいいな。こっちも鼻からワンパンはする気ないん で、なるべくね、スキルね、この盤面がいい時は使いたくないんですよね。さっきも言いましたが、必ずしもループしてくれるわけではないので、ただあんまり舐めたコンボをしてるとコンボ吸収に引っかかるっていうね。これでも引っかかるんだったらもう知らん、無理。ギリ10コンボもう耐えるかな。 OK。 怖いこれ倒せる。イザナミさんですね。イザナミさんって吸収だっけ?吸収だった気がする。吸収ね。ちょっと待てよ。これ以降で、あれをしてもいいんだけど、こいつってあんま強くなかった気がするから、一旦稼ぎます。奥のフロアで、ターン稼いでもいいんですけど、こいつがあんま強くないんで、ここで一旦、道草食って。そうだよね。そんな強くないよね。むしろ弱いね。で、ここで倒すわ。まあ、上一個でいけるんじゃない?さすがに。こんな盤面にするキャラクターだもん。全言撤回します。そうですか。上二個ぐらい欲しいですか。わかりました。じゃあ3ついきます。まあ結果的に2ターン稼げたんで OK。まあ理想としてはここで威嚇が入ることなんですけど、どうですか?誰?盾張ったし。知らんこいつ。無効化。ああ、なるほどね。攻撃耐性組がたくさんいるってことか、ここ。ジークとか、フフリンとかいましたよね。無効化をしている。ここちょっと一旦怖いから半減貼っとく。次が五右衛門とかだったっけ?もうこれどうあがいてもダメージ入んないんでね。ちょ、待って、どっかで威嚇使わせてよ。スゴン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 、思ったより入る。で、ここでワンパンできるといい。おー、やめろ。アバターラみたいなことすんな。めちゃくちゃ盤面広く感じます。どうかな?いけるかな?悪魔キラーとかはね、結構積んであるんで。もしかすると?もしかするー。さあ、ここ誰なの?ゴエモンとかとツインになってんの誰なの?ゴエモンなんだけど。
まあまあいいでしょう。お前にリベンジしたかった。ただ盾張ってるんすよね、また。ああ、これ良くないやつだ。次にスキルがないやつだ。となるとですよ。いやー、まずいな。次スキルないのまずいな。花火的なことされたらまずいもんな。耐えれるんだったら、ここスキル使わずに行きたいんだけど、ちょっと怖いよね。いや、結構優しかったイメージがあるんで、信じます。ゴエちゃん。頼むゴエちゃん。どうか、優しくあれ。ゴエちゃん。信じてるよ、ゴエちゃん。小判。弱化小判。ダメでした。ダメでしたわ。あれか。レン使って、ウェイしなきゃよかったのか、別に。そんな減らんかな、でもウェイ組んでも。なんかさ、ランダム性が強いですよね。このダンジョン。思いません？なんか、まんじとかってさ、ああ、まあ、そっちね、そっちね、みたいな感じでさ、割と対応ができるんですけど、そんなね、大差がないんですけど、イザナミがどっち出るかとかさ、結構大事じゃない？ということで、もう一回頑張りまーす。これ真ん中水だったらさ、ワンパンいけるんじゃないの？さすがに。やばいかな。調子乗ったかな。調子乗りました。ここもユリシャ使っていい気もするな。そうは思わんか、みんな。さっきみたいにユリシャを腐らせて負けるぐらいだったらさ、威嚇が入るかなんて運ゲーするぐらいだったら使うぜ。まあこうするとね、きっと威嚇が入るんでしょうけどね。さあ、こっから誰なの？カムイさんなの？カムイさんは何をしてくるんです？ここ使いたくねー。うーわ、ユリシャじゃなかったな。怖いから貼っとこう。むしろ仮面ライダーだったな、これ。まあ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 、4つ消して回復も4つ消してればいい。木も4つ、回復も4つ、生きてりゃいい。むしろちょっと時間食いたいぐらいだ。瞬撃、あー、これ強くなってくやつだ。ユリシャ早く、遅いよ。遅いよ。まあ逆にでもね、これぐらいのコンボ数でね、ちょっとぐだり気味でね、突破した方が良かったりしない？めっちゃ急に減ったな。誰かすげえ火力出してるやついる。ここでまあ倒したくはあるんだけど、あるんだけど、言うてめちゃくちゃ短いわけでもないからね。 4.5 だからね。昔のパズドラよりはあるから。なんとかなりました。ただこっからはわからんよ、どうなるか。また闇ですって。まあでもあの狭さだったら大丈夫なんじゃない？これぐらいの指でちょうどいいんじゃない？そんな動かすね、あれがありませんからね、量がね。ただ10個もいかないとダメージは入らんわけですよ。ほらね、9じゃん。まずいじゃん、それはまずいじゃん。ここでワンパンしよう。ユリシャが使える。でもここでさすがに使いたくないな。ワンパンするためには必要か。うわ、迷う。すげえ迷う。ここユリシャ使うべきなのか、使いましょう。ここで死んではどうにもなりません。まあこれで倒せることが前提なんですけど、さすがにいけるか。いけるな。そのうちこのさっきもくれればな。まあどうせ威嚇は効かなかったのね。じゃあいいよ。
いいけどさ、状況まずいと思うんだこれ。盤面終わってるよ。一旦稼ぐわ。でも10コンボいかなかった言うたけどさ、こんな盤面そん、なんでそんな減る？弁使っていけないかな。これいけたらでかいぞ。でかいぞ。いいぞ。じゃあ、ゴエモン、そろそろ勝ちたい。え、ゴエモンじゃない。ねえ、めっちゃ体力ありそうなんだけど。なんか、やることずるいな。皆さんやってくることがずるいな。いちいち。ちょ、ここ怖いから半減張るよ。いやー、回復4ないやん。え、レンも使うわけにはいかん。さすがに半減で耐えれることを祈るしかない、ここは。さすがにここでレンは使えんわ。てか回復ゼロだわ。え、死んだんじゃない？そんなさ、回復円派なんてないんですよ、鼻から。これは、バルだろうがね。生きてますわ。危ないですわ。これ倒せそうじゃない？でも。雰囲気的に。今そんだけ減ったんでしょう。こここうして、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 こう。水出し。逃げてくれんと困ります。で、困るのが、ここ強い次先生ありますみたいな。ダメよ。なんか精霊でできたけど。初見す、こっから。わからんす。わからんす。吸収しとるっす。じゃあ先これ使うっす。これ使って、まあ、ここは削れんでもいいわ。で、次ドン。ちょっと減ってくれてもいいよ。素晴らしいです。危ない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 。ちょっと待って。ガンダムに乗ろうとしてる子がいる。まずいまずいまずい。イズナちゃんの出番がなさすぎて、イズナちゃんがガンダムに乗ろうとしている。よくないよ。私ガンダム溜まっても弱くないけどさ、強いな。なんか、仮面ライダー的なスキルしてんな。お？ジジイ？そうだよね。お前ならすると思ったぜ。オッケーオッケー、それはオッケー。それはオッケーだが、吸収だってよ、また。忙しいなぁ。ここ、レン使わずに行っていい？どうせダメージ入らんしな。ユリシャルーレットで行こう。でもちょっと減るんだよね。ミナノモノ。ミナノモノね、若干減るんだよ。これ回復ないからさすがに使う。さあ、未知の、新生の未知のエリアまで来てますが、すでにだから進展はあるわけですよ。前のパーティーよりは手応えを感じている。回復しちゃう。ちょっと減る。仮面ライダー溜まる。どっかで空打ちすればよかったか、イズナちゃん。なんならイズナちゃんで倒すとかダメ、これ。さすがに舐めすぎ？いけるんじゃない？イズナちゃんで倒しちゃおうのコーナー。むしろここで空打ちだよ。あ、できないんだ。できないんですか？そうですか。じゃあイズナちゃんで行くべき？こいつがこの次発狂だったら笑ってください。ないと思うけど、さすがに。イズナちゃんでやるとは言うたけど、レンは必要なんだよな。いきます。ガンダム乗ります。ガンダム操縦します。からのレンで、おじいちゃんにはお別れを。このジジオンのアカンは、トラウマの方多いでしょう。あんな難しいダンジョンやらしといてさ、最後の最後で吸収してくるんだから。公式放送もヒエヒエだったやつね。
さあコンボカさん入ります。やったれ。じゃあな、スクラップだぜじいさん。うわなんかやばそうじゃない。一旦回復ゼロそうですか。これなんかでもさ、あれワンパンできました罠みたいなありそうだけどな。危険かな。攻めよう。なんでかっていうと、やつは悪魔タイプだからだ。悪魔キラーはあるんや。ただ光ないのか。光欲しかったな。落ち込んこない。光のウェイチャキンとかない。ないですね。ただ17コンボ。ほれ見ろ、ゼロパチバイバイ。13回。おお、なんかヘイストめっちゃするやつじゃないこれ。下げて上げて下げて上げる人じゃないこれ。あれ行動変わってます。怖いから張りたいけど、ここで張っていいものか。張っちゃおう。三つ化粧を交えることによって無効化でも減ることを願っている。ああ、いいよ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 。あれしなくなったの君。花、ああもうなんか花から行動がちげえやそうですか、生まれ変わりましたか。どいつもこいつもトゲばっか使ってきやがって。ふざけんな。まあ、そんなもんだわな。お、落ち込んしない。ユリシャがあってよかったです。ありがとうユリシャ。もう君を持ってきた理由が今あったよ。ユリシャなかったら負けてますからね。回復花火ね、このパーティー弱点なんですよ。まあ、これで生きれるんだから安いもんだ。危な。またこれ飛びじゃない。違った。でもやばい。でもやばいよ。ルーレットしてくれてありがとうね。むしろ君が。俺倒せないんじゃない？ワンちゃん。許せ、許せ。許してくれ。倒してくれ。落ち込もないよー。オッケー。うわ、来た！来れたやん。なんか絶望感やば、BGM の。絶望の前兆でだって。前兆がじゃなかった、しかもこいつの名前。は？これ倒せなかったら死亡？落ち込んだし残ってるけど大丈夫？え？死んだのでは？落ち込んだし、消してから来ないとダメでしたみたいな。そんなね、そんなエグい負け方したくないよ。もうワンチャン耐えることを信じてこっちから行くんですけど、とはいえ行きます。やるべきことやったよ。これでコンボ足りんかったらもう知らんよ。あぶねー。でも倒せんやん。生きてんの？生きてんの？無理やん。え？え、なにこいつえ、なにこいつ。頭おかしくない？おい、何タイプか見せろてめえ。え、ワンパンできないと負けってこと？火力足りませんでした、残念ってこと？今の紫の金玉とか出ないね。名前を教えろ。どうせこれは入ってるだろ。いた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 。ドラゴンのみ。え、ちょっと調べていい？あそこまで行ったから調べていい？さすがに、14コンボ以上で突破。それ分かってんだよ。え、もうワンパンできる前提ってこと？みんな火力が足りてないです、あなたのパーティーってこと？そんなもん知らんがな。だよ、それは。
そうか、ちょっとじゃあ火力を計算しないといけないんだね。まあこれベースでも一応あそこまでいけることは分かったから、まあまあ前進はしたでしょう。はい、ということで協調リベンジ編、次回3度目の正直ということで、次回クリア編でお会いしましょう。以上ナッチでございました。バイバイ。